隣のサインフェルドは1989年7月5日から1998年5月14日までアメリカの NBC で放送されたアメリカ人の4人に1人が見たという国民的コメディドラマで1990年代で一番の人気を誇ったニューヨークを舞台にしたシチュエーションコメディワーナーメディア傘下のキャッスルロックエンターテインメント制作 ソニーピクチャーズテレビジョンが配給を担当した。フレンズの主要キャラの1エピソードのギャラが10万ドルだった頃、主演のジェリー・サインフェルドの1エピソードのギャラは100万ドルであった。脚本は主演のジェリー・サインフェルドと共同クリエイターのラリー・デビットが主に担当。制作葬式のジョージ・シャピロはアンディ・カウフマンのマネージャーであり、ジェリー・サインフェルドのマネージャーでもあった。 レギュラー日本語吹き替えは、応援版、DVD 版。第1話サインは微妙。第2話友人と手を切る方法。第3話恋は待ち伏せ。第4話部屋は、どっちが借りる。第5話ハイリスクハイリターン。第1話セクシー女性には、ご用心。第2話ポニー発言。第3話災難防衛。第4話デートの、恨みはいつまでも。 第5話さようなら僕のジャケット第6話、最強レストラン発見第7話めくるめく愛の駆け引き、第8話エレインがご近所さん第9話パーティーの代償、第10話像を取り戻せ。第11話ジョージが、心臓発作、第12話復讐第13話恋か友情か第1話樹南の、マッサージ第2話本音もほどほどに、第3話冒険注意。第4話図書大捜査線第5話ペンソード第6話、 猛犬注意。第7話図書大捜査線第8話駐車場の教訓。第9話 IQ テスト替え玉大作戦第10話、魅惑的な声の主は第11話整形美人第12話パーティーの代償第13話、駐車するのも楽じゃない第14話カシミアのセーター第15話地下鉄に乗って、第16話、ペッ競争局第17話略奪は寝てる間に、第18話、常時のお見合い。 第19話男友達パート1第20話男友達パート2第21話出来心から家中の人第22話親切心があだになる第23話手紙の真相第24話恐怖の NY パーキング事情第1話 LA 人道中パート1第2話 LA 人道中パート2第3話成功への道パート1第4話成功への道パート2第5話親父の背中第6話プレゼントの行方 第7話小屋はもゆ。第8話、チーバーの手紙。第9話今宵はオペラへ。第10話バージンは、お好き第11話危ないかけ。第12話空港ラプソディー。第13話赤っぱ事件。第14話、すれ違い。第15話バブーはゲイン。第16話、パスタプリマベラ。第17話ゲイ疑惑。第18話、ザ・ボランティア。第19話本物偽物第20話ミントの効能。 第21話謎の匂いに包まれて、第22話注射は慎重に、第23話夢のパイロット版、パート1第24話夢のパイロット版、パート2第1話マンゴーは、究極の美薬第2話大迷惑のメガネ騒動第3話シャツは地球を、救う第4話花から、吸引会計士第5話活霊で、流血パニック。第6話、 フローズンヨーグルトの陰謀第7話愛と復讐の三発バトル第8話癒し系マッサージでいけてます。第9話史上最強。オタク対決第10話脅威のフェロモン炸裂難。第11話トイレットペーパーの恨みは怖い第12話パーティーは災いの下第13話偽学者のクジラ救出劇第14話誠意があるならパイを食え。第15話やりすぎコメディアン奮闘記。 第16話奥様はディスカウントに夢中第17話全米オープンで一目惚れ第18話親高校も楽じゃない第19話レインコートで一角千金第20話カジバの品縮野郎第21話僕のサイズはトップシークレット第22話ウェコベで人生バラ色ありがとうございます